静かなる防衛の時間です。お知らせですが、新しいチャンネルを作成しました。よかったら説明欄からコンタクトお願いします。今日は水陸機動団、富士演習場など相次ぐミス、防衛省もまたイージス・アショア問題で焦点となる。18日たら産経で水陸機動団が訓練中に89式小銃弾倉30発入りをなくすという事件が起きました。事件じゃないな、紛失騒ぎが起きました。今現在探し出されているのですが、やはりなくなるというのは装備品の管理に問題があるのでしょう。自衛隊の訓練のために山を使うのは当然ですが、弾倉入りの発見されていなかったら、民間人がもしか探し出すかもしれません。そうなる前にやはり見つけることは大事でしょう。これは解決済みになっています。次は静岡県富士演習場での迫撃砲が演習場外に落下した。C-1 輸送機による落下訓練が行われていました。しかし演習場よりも5キロ先に落下してしまい、たまたま山中だったからいいものの、住宅や人には被害は起きていません。誤って落とす訓練でもないはずです。それだけシビアな世界になります。この81ミリの迫撃砲ですが、130キロほど重さがあります。
130キロはかなりの重さになります。したがってやはり住宅街に落ちるというのは避けなければいけない。やはり演習場での訓練も住宅街から離れています。安全には安全を重ねて行ってほしいものです。次がイージス、足は防衛省の資料作成ミスです。陸上配備型迎撃ミサイルシステムイージス・アショアでの秋田県周辺の山の高さが実際とは異なっていた。実際は低いのに高く資料に書かれていた。ミスです。それがそのミスで終わればよかったんですが、いいわけではないです。しかし説明会で職員、防衛省職員が居眠りをした。これがまた防衛省職員も大変と思われます。対応に膨大な資料のミスを探し出す徹夜でしょうね。眠たいのは当然なんですが、そこはやはり会見では眠らないのがプロでしょう。で、マスコミもそこを切り取ったように流してきます。一つのミスが次々と連鎖してミスを誘発する。普通の会社の現場でもそういうことはよくあります。ですのでミスは極力なくすことに意味はあります。ほとんどの防衛省自衛隊はきちんとしているのでしょうが、そのタイミングで次々出てくるのが結果印象を悪くしています。しかし防衛省自衛隊は人手不足なところもあり、任務を加算でくるでしょう。しかしミスは許されません。
今後自衛隊の発展に期待しています。今日のご視聴ありがとうございました。